自分で切り出す。自分で、だから自分でさ、動画切り出してるのもなんかおかしいなと思うのよ。わ <laughs> かる。だって、だっておかしいじゃん、それ。だってほら、で、普通さ、なんか、ファンがさ、好きだからさ、好きなファンがさ、切り出してさ、なんか、勝手に拡散してんじゃん。俺自分で切り出してさ、ここ見どころっつって出してんだぜ。だいぶ頭おかしいわ、それは。それはそれでさ。え、なんか、そんな、え、そんなの そんな、そんなのだな。じゃあそんな感じで行こうか。もう一回行こうか。もう一回、もう一回練習しよう。もう一回。あのー、ホロライブに入らないっていう方向性での、<laughs> ホロライブの応募いでてさ、ホロライブに入らないっていう、いうのさ、だいぶ頭おかしいよな。でもなんかそっちの方が面白いわ。いいじゃねえか。じゃあもう一回そっちで、それで行こう。もう一回それで行こう、練習を。練習それで行こう。<laughs> <laughs> 本当にいいのそれで。ね本当にいいの言うが。<laughs> なので、えー、星村さん、こんにちは。えー、ホロライブ面接、面談対応の、オーディション、面談対、えー、オーディション部の佐藤と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、では早速ですが、ね、えー、星村さん、えー、今回、ホロライブに、 応募していただいた理由っていうのはどういったところなんでしょうかはい。えー、まあ正直な話、私は活動的に事務所に入らなくても全然個人に活動できるので、事務所に入る必要は全然ないんですけれども、まあそろそろ VTuber3 年目、2017年の12月頃から、えー、VTuber を活動してますので、 そろそろ、えー、個人での限界が見えてきたな、というふうに思います。で、えー、それでですね、えー、まあ、個人的にすごく広報の力が、えー、致命的に足りないっていうところもありましたので、まあ、ホロライブさんっていうところが、<laughs> ちょ、前行って今噛んだわ。ちょ今噛んだ。ね噛んだ。そんな、そんなもんか、噛んだか、噛んだけどな。ええー、と、もう一回、もう一回。なぜ、なぜですかところが行こうか。ちょ、もう一回行こうぜ。もう一回行こう。 で、リテイク、テイク2、テイク2で行こうぜ。テイクーで。本番一発だからさ、テイク2で、テイク2で行こうぜ。なぜ、えー、ホロライブさんホロウチに入ろうと思ったんですかはい。えー、はい。はい。サラリーマンか俺は。俺はサラリーマンなのか趣味だぞ。サラリーマンか俺は。はい。っつって。サラリーマンの面接じゃねえかよ。俺の生活がかかってんだらさ、はいもわかるけどさ、別に俺の生活がか,かってねえんだからや、はいはねえだろうがよ。 <laughs> そうですね。いいじゃねえか。そうですね。いいじゃねえか。そうですね。私は、えー、2017年の12月から、えー、VTuber を始めておりまして、もう3年目という感じになるんですけども、そろそろ、なんか、ちょっと、ちょっといいな。ちょっと良くなってきたな。そろそろ、えー、そろそろ個人での活動の限界も見えてきましたね。事務所に入ってもいいかなというふうに、入ってもいいからって、だいぶ上から目線だな。 <laughs> 楽しむ方向でいこう。楽しむ方向でいこう <laughs> じゃあ。楽しむ方向って言ったらさ、なんか、ちょっと方向性見失ってきたわ、それは。<laughs> それは見失ってきたわ。ねえ、3年目なので、で、個人での限界も見えてきたなっていう感じなので、もうちょっと楽しいことしていこうと、えー、いうことでですね、えー、いうこと考えまして、何が楽しいのかなと。 何が、僕にとって、楽しい僕に、あ、そこ、そこ、ずいいじゃん、いいじゃん。楽しみ方向来たぞ。いいじゃん、いいじゃん、そこいいじゃん、そこいい。よし、サジュウさんいいね。そこいいね。そこそこそこと。えっとね、えー、つまり、つまり、つまり、えっとね、組み立てていこうぜ。乗ってきたぞ。乗ってきたぞ。乗ってきたぞ。たぞはい。はいはいじゃねえんだよ。サラリーマンじゃねえんだから、はいじゃねえんだよ。えー、なんだ。そうですね。私は、 私は2017年の12月からごえ、かんだ。12月頃から VTuber の活動を行っておりまして、まあ、もう3期、3年目になるんですけれども。 正直言いまして、そろそろ個人としての限界が見えてきたなというふうには思っております。個人として活動して3年目なので、もう、もう個人でできることはやり尽くしたなというふうに思っているわけです。で、これ以上をもっと楽しむということになってくると、やはり、事務所に所属するっていうことがもう、まあ、一つのステータス、Vtuber にとってのステータスみたいなところがあると思いますので、では一度事務所に所属してみようかなと考えて応募しました。で、なぜホロライブさんに応募したかって言いますと、えー、私はホロライブさんの、えー、えー えー、三期生、えー、保守前、マリンさんと、えー、キリュウコクさんと、えー、そういった三期生の方々の配信をよく個人的に見ますので、えー、そういった、方たちの所属している事務所ということで、ホロライブさんのことをよく知っておりましたので、なので、えー、では、まずその事務所に応募するということで、ホロライブさんを一番最初に応募してみようというふうに考えて応募させていただきました。いいじゃねえか。こんな感じだな。こんな感じだな。だいぶ、だいぶ、ストレスが、だいぶ、 だいぶ喋れてる。最初のことを、最初の考えで、最初を考えればだいぶ、だいぶいい,いい、いい感じじゃねえか。いいじゃん。こんな感じだな。いいじゃねえか。これはちょっと覚えて、これを覚えてくださいこうぜ。次何聞かれるんだ次何聞かれるんだ伏見のさんの経歴をざっくり教えてくださいって言われるのかななるほどですね。あ、そのああ、そういうことですね。つって。あの、うちの、えー、保マリンとかを知っていただいてるんですね。ってそうですね。ありがとうございます。 あ、なんか、宝生マリンどこがいいですかみたいな聞かれるのかな聞かれそうだな。ねえ。なるほどですね。宝生マリンいや、え、気流高校が好きなんですね。つって。そうですね。ちなみに、どのあたりが好きですかって。ちょっと、軽めのジャブで聞かれそうだな。本当にこいつ見てんのかつって。ホロライブこいつ本当見てんのかみたいな感じで。聞かれそうだな。だって今、だいぶ軽いもん。言い方が。ちょっと言われるもんな。じゃそこは、ちょっと宝生マリンと、ちょあの、俺の、 俺のさ、俺の好きな VTuber の何が好きかを語る、語るのをちょっと今日じゃなくて、ちょっと別の日に明日とか明後日とかにやろうぜ。語る配信をして、ちょっとそれ、それ今日ちょっとさすがに時間がねえわ。どの人を聞かれるかは、それかもう一人に決めようかな。一人に。一人に決めよう。今度さ、あの、俺考えてたのよ。あの猫股おかゆ限界オタク配信しようかなと思ってて。 ネコマトオカヨ限界配信。お、ネコマトオカヨのここが可愛い,いっていう。ここがいいよね。ここが可愛い,いよねっていうのを言い続ける。言い続けるというか、そういう配信をしようかなと思ったから、そこはネコマトオカヨに話していこうぜ だから、例えば、じゃ宝マリンさんとかの、ホロライブさん、ユキさんのことをよく知っておりましたので、で、ホロライブさんに応募しました。あ、なるほどですね。宝章マリンのところが好きなんですね。ちなみに、じゃあ、あの、宝章マリンのどのあたりが、まあ、好みに感じておられますでしょうかとか、えっ、ー、と、言ってるな。宝章マリンのどのあたりが、えー、星村さんにとって、えー、いいかなっていうふうに思われますかつって。えー、なんだ、あの、面白いなっていうふうに、うん われますかかって言われるからそうですね。宝生まず名前に対して軽く触れる軽くく触触れれるるそうですね宝マリンさんは、とてもトークが上手いので、僕もちょっとだいぶ口が回る方かなっていうふうには思うんですけども、やはり、あの、宝生マリーさんのあのトーク力にやはり勝てないので、すごく喋りの勉強として、すごく聞かせていただいてます。宝生マリンさん、絵も上手いので、絵を描きながら喋るっていうのは、なかなか僕は、ちょっと何か一つのことをやっていると、 と、喋りの方にまで、あ、ちょっと頭が回らないので、フォーションマリーさんがイラストを描きながら、喋、えー、りの方にも頭を回せるっていうのが、そこすごく能力的に高いな、というふうに思って、そう見ながら、あと喋りの勉強ですよね。うわちょっと、だいぶ、だいぶ雑だな、っていうのを出してますね、っつって。で、あと、フォーションマリーさんの他にも、猫股由香さんが好きで、猫股ゆはこ高校で、高校で。猫股由香さんはこういう人だと思うんですよ、つって。猫 <laughs> 股おか考察、考察論を展開するから、そこで。 猫またおかさんは、こういうとこがいいで、こういうとこがいいで、だいぶ厄介男やん。うわぁ、厄介男来たよってなるかな、そこは。そこは、宝生マリンぐらいで軽く、軽く触れるぐらいでいいかな。宝生マリンも好きなんだけどさ。軽く触れるぐらいでいいかな。そんな感じだな。そんな感じで、ああ、宝生マリンさんの、その、喋りが好きですねって。いう、今、耳耳みたいな感じ。そこはもうちょっとブラッシュアップしていこう。ちょっと次の配信にやろうぜ。でまだ、まだメール来てねえからよ。 まだメール来てねえし、どうせこれいいからさ、2週間以内にご連絡って書いてあるからさ、2週間だろ ?2 週間時間があるんだよ。それまでちょっと待とうぜ。待,待とうぜ。それまでちょっとその練り上げていこうぜ。その各 VTuber の触りに対してはさ。ホーションマリオ得意いこうぜ。ホーションマリオ好きだから、それがいい。えー、っとね。で、あと何聞かれんだ何聞かれんだっけあと、あと何聞かれんだ応募2面談で。 んあ、包丁マリーンさん好きなんですね。包丁マリーンさんのいいとこ教えてください。これこう、これこうですよね。なるほどですね。では、ホロライブに入ってやってみたいことってありますかって言われるのかなまあ、言われるわな。だって。まあ、そういうことじゃん。いや、ホロライブ応募したんだろう。ホロライブに入って何してんだって言われるよな。そりゃ。なあ。そうなると、 そうなると、ちょっと何かに書こうぜ。何かに書こう。ちょっとかに書こう。う忘れちゃうわ。ちょっと何かに書こう。忘れろ。忘れちまう。あと酸欠今。だいぶ酸欠。何かに書こうぜ。何かに書こうぜ、これ。 ホロライブ聞かれそうなことリスト。ことリスト1。1、1、えー、ホロライブに応募した理うを教えて、教えてください。 くえーっと、えー、ホロライブの V の好きなところを教えてください。ここまでやって、マジで覚え来なかったら俺許さねえからな。コロコロ変わる。さっきは来ないでほしいって言ったのに、許さねえからなって。来ないと許さねえからコロコロ変わる俺は。 なんか、ある程度準備できたら、来いや来いやって感じになるんだけど、何の準備もできなかったら、マジで来ないでくださいって話なんだろうな。<laughs> すげえな。えーと、なんだっけホロライブでやりたいこと。ホロライブでやり方ことを、教えてください。なんだろうホロライブでやりたいこと。 ホロライブでやりたいこと、そうだな。ホロライブで何してって言われたら、ホロライブ喧嘩タクやりてぇな、つって。言うのと、たらきら、クック、クルク,ルク,ルクル、もう今、洗濯機ぐらい回ってるから今。洗濯機の下の、洗濯ビート版みたいな感じで、回ってるから今。クルン、クルンって、ぐるるるぐるるるって、回ってるから。左右に言う。半時計回り、時計回りで回ってるんだよ。そのうち脱水みたいにぐるぐる回り始めるぞ。えーとね。 えーとね。やりたいこと。まず、まず、なんだなんだろうとりあえず、ホロライブの人たちのいいとこ全部言っていきたいですよね。配信で。ホロライブで。では、えー、星目さんがホロライブでやりたいことを、ホロライブに参加した後にやりたいことってなんだ、なんでしょうかこうし教えてください。つ それからそうですね。ホールライブでホー、ホールライブさんに入って、私は、私は、って俺、私はって言うか本当に。面接、サラリーマンじゃねえんだぞ、本当によ。だからそこ、そこちょっと字が出ちゃうよな。俺のいい、俺のさ、俺のさ、常識人だとこ出ちゃってるよな、今な。VTuber でさ、もうちょっとファンキーじゃねえとダメなような気がするからよ。そっからよ、今、今ちょっとあの、俺のサラリーマンとしての字が出ちゃってるわ。今、その、優しい、優しい一面がさ、 だいぶ出ちゃってる。ね。まあ、声からもわかると思うけどさ、俺だいぶ優しいんだよ。優しい一面が出ちゃってるわ。えー、ホロライブでやりたいことしててください。うん。そうですね。ホロライブに入りまして、ホロライブね、呼び捨てもどうかなと思うんだよな。<laughs> 俺、俺、俺育ちがいいからよ。ホロライブって、よ、よ、何呼び捨てもちょっとダメだなと思うの。ホロライブさんに入って、やりたいことは、 そうですね。ホラーライブさんに入ってやりたいことは古、ふるえ、ふるえっつって。なんだろうな。なんだろうな。やりたいことねえよ。だって入りたらねえんだもん。入れたらねえって言ったらちょっと語弊があるけどさ、別に、は、そんな、なに別にや、やれるもん全部。ほんとによ。全部やれるもん。マジで。なんでもできるぞ。広報以外。広報以外何でもできるし、営業もなんか別になんかできねえけど、広報と営業って一緒だよな。 候補と影響できんねえけど。なんか、やりたいこと、何でもできるぞ、俺。一人で。そうですね。ホロライブさんに入ってやりたいことっていうのは特にありません。なぜなら僕は何でもできるからです。はははは怒れポンチだわ。怒れポンチだわ。そんなことさ。ラザーら僕は何でもできるので、つって。 なんなら 3D モデルも、あの、今ブレンダー勉強してるんで、それで作れますし、頑張れば、って、雑で良ければ全然作れますし、し、あの、今度 VK ットにブース出そうと思うんですけど、どう全然作れますし、<laughs> 思うんで、それはあの、配信乗せてくんで、なんかそういったストーリーみたいな感じで、で、できるのかなっていう。<laughs> 今の部分だけでめっちゃ面白い。できてるでしょ。<laughs> 今の部分めっちゃ面白い。いや、なんでもできるもんな、俺。 別にホルダイさんに入ってやりたいことって何でもないんですな。何もないです。だって僕自分でできるんですもん。って、広報以外は。つって。なぜなら、なぜなら、僕、あの、別にブレンダーとかも、あの、人に教えてもらってできますし、し、あの、今練習してるんで、その、はい、練習配信も全然やってますし、しあとはその、v ケットさんにあから、あの、体、あの、ブース出そうとしてるんですけど、どう全然できるんですよ。つって。全然できるんです。 なので、あの、本当にやりたいことっていうのは、この、えー、節目、V1 の5、いこでえー、本当にやりたいことって、今、本当にやりたいことっていうのは、僕、節目の歴史に書いてある V1 の第5回をやっていきたいんですね。この V1 っていうのを、あの、第1回の、ちょっと前、後ぐらいに、私は、あの、みんなに約束したんです。僕は V1 を第10回までやるぞ、つって。何があっても第10回までやるぞっていうふうに、あの、約束したんですね、VTuber のみんなに。個人 VTuber のみんなに、僕は約束したんです、それを。 なので、それを達成するために僕はやらないといけないんです。V1 をただ、正直言いまして、今 VTuber の主要のメディアっていうのは配信です。動画ではありません。V1 は動画を皆さんに投稿して、v t 個人 VTuber の皆さんに投稿していただいて、で、えー、成り立つ企画でありました。ただ、もう今はすでに、あの、動画を作るっていうのは VTuber にとって、それは完全にリスクです。 時間の無駄で、それは配信をするっていう方向の時間に使った方がよほど VTuber は伸びます。今、個人 VTuber はと。なので、この V1 第5回は完全にやり方を変えなければいけません。なので、ここで V1 第5回の,の企画を練っていきたいと、ホロライブさんで V1 第5回の企画を練っていきたいですと。となので、ただ、その V1 第5回をやるにしても、今僕にはチャンネル登録者数がありませんと。と490とかしかありませんと。と 今下がってます。490以下になってます。で、なっているので、で、ぜひともホロライブさんのところに入って、僕はチャンネル登録者数2000人から3000人以上伸ばしたいですとで。2000人から3000人以上伸ばしまして、で、他の、v、ホロライブさんの V ライ,ブが v ライバーの,のお力も借りまして、V1 第5回を行い、個人 VTuber の採点を僕はもう一度やりたいんです。 それが本当にやりたいことなんですよ、僕の今のこと。これが、それを第10回まで、ホールライブさんでやりたいといいと思ってます。そんな感じが。そんな感じだよな。本心だもん、これは。言おうぜ、それはさ。あ天皇陛下に間とか書いちゃったけどよ。それは、そうだよ。それは入っていいんだよ。俺は V1 第5がやりていんだよ。それ書きゃよかったな。その、その激圧文章書きゃよかったな。それ、 来月出すか <laughs> これでさ、2週間で落ちたらさ、これ、落ちたらさ、ちょっと来月も出そうぜ。このライブ。どうせまたやってんだろう、ここ。出そうぜ。その V1 第5がやりてんだって。もう一回書き直してよ。出そうぜ。っていうか2ヶ月か3ヶ月ぐらいにやろう。や、やってさ、やろうぜ。企業税で、その V1 第5回も別に企業税でもいいんですと。企業税ももうどういうふうにやり方やってもいいよ。できるだけ、できるだけ面白くやりたいんだ。 となので、V1 第10回まで、まあ、どんな形でもいいか第10回までやると宣言してしまって、もうだいぶ期間はきましたけども、これをやるしかないんですと。僕にとってはこれをやるしかないんですと。これは10回までやるんだと。なので、それを絶対にやるために、僕はコロライブさんに入って、それをやりたいんです。<laughs> そういう感じだよな。そういうのをちょっと、ちょっとこれはまた煮詰めていこうぜ。V1 をやると。ちょっと変えていこう。応援した理由、ない。用 <laughs> 意してください。えー、っと、ない。 ホいいライブ3期生が好きだから,ら好きだから、えー、覚えてたので覚えていたのでいいじゃないかないんだこれはないホライブ3期生が好きだから、えー、事務所名を覚えていたので事務所名を覚えていたのでホ、えー、ライブの好きだから覚えてくださいホ、えーショーマリンを軽く触る えー、だからだからあれだから金、ねえー、他えの部位も部位も触れるよな、ね しておくえー、親指や,やりたこと。V1 第5回。V1 第5回だな。親第5回。えー、第5回をやる。なんでもできるから別にやりたいことねえと。 ただし、V1 第5回をやる。うん。そう。やりたい。10回までやると、えー、みんなに約束する。みんなに約束したまダメ。よし、いいか次、何言れるかなこのぐらいか。3つぐらいかな ?V1 第5回で、おそらく V1、V1 にかける思いってなんですか、それだよ。もう言ったじゃねえかよ。V1 第5回にかける思いはよ。 V1 について詳しく教えてもらっていいですかって言われるのかなまあ言われるかな ?V1 って何ですかってノリだな、その辺は。その辺のノリだよな。だこの3つだな。この3つさえ押さ,さえてればなんとかなりそうな気がするな。いや、ホルライブでやりたいことしてください。あそれをやるためにどうする。あ、それをやるためにどうしますかって言われそうだな。なるほどね。ああ、なるほど。V1、だよかやりたい っていうことが、えー、藤村さんのやりたいことなんですね。なるほど。ああ、10回までやるっていうふうに話をね。あの、まあそういう約束をされて、えー、まあその、大五はやりたいと。えー、その V1 大五がやるためにどうしたいと思いますかって。まあ、こ,こ企画だな、ここは。企画しとこうか。V1 大五はこのようにやりたいと考えてるっってもしできるのであれば、このようにやりたいと考えてるっってえー、うん。 V1 大をやるためには、えー、どのように,に行えばいいと考えていますかであと、えーまあ、謎だ。これはちょっと大いに考えようぜ。どのように V1 やるかを考えよう。ちょっと長い話なので V1 大がやるためにどうするか、えー、考える。考える。 <laughs> で、おそらく、じゃ、V1 第五ができなかった場合どうしますなるほど、まあ。いろいろあれ、いろいろあの、うちの事務所の方針とかもあるので、V1 第五ができな、V1 というのができなかった場合は、できないときはどういうふうにするしたいですかって言われるよな。そうじゃん。だって、ね。そうじゃん。だって、できない場合も全然あるんだから事務所の方針でできないとこ全然あるじゃん。それは。V1 ができないときは、 どうしますかこれは、あれか500万、収益500万止めて、えー、天皇陛下に家しますっていう話で <laughs>、ね、天皇陛下に初めて会った VTuber として世に名を残しますって。いいじゃねえか。そんだけぶっ飛んでいけばいいじゃねえかよ。できないときはそれを方向目標にやっていきますって。えー、500万にためて、 ええなになにうー,<何>あー日本赤十字社に、えー、寄付して、ええの、えー、ーいいかに、ね、ぶっ飛んでんな <laughs> 自分で言っててもさ、だいぶぶっ飛んでるわ、俺は。ええー、一見する v t u ーバーに、v t u ーバーになります。 まあ、あの、500万使っちゃったらごめんね。<笑><笑>なんかいろいろあって500万使っちゃったらごめんね。ま、いろいろあるじゃん。変わったら、変わるじゃん。金持ったら一食って変わるじゃん。もしかしたら、俺は500万を貯めて、五 <laughs> 百万を貯めようとしても、もしかしたらたまらない可能性はあるよね。俺ね。ちょっと、グラフィックボードいいのかっちゃったー、つって。<laughs> 減っちゃったらごめん、つって。6万ぐらい減っちゃったわ、つって。<laughs> ごめんなー、つって。<laughs> ありゆ、ありえるよな。 無理分になりますって。な、なるほど、つって。<laughs> このぐらいぶっ飛んでいこうぜ。で、えー、なるほどですね、つなるほどっつっまあ、500万円貯める。ここれ多分ね、この500万円貯めるっていうところを、ところを突っ込めるような。なるほどですね。500万どうやって貯めますかっ突っ込まれるような。だいぶドライだからさ。だいぶこういう会社でドライだからさ。さ。絶対突っ込まれるじゃん、こういうの。なんだろうな。 なんだろうなどうしようかなどうしようかなちょっと考えとくわ。500万貯める。貯める方法、貯めるというか、その、500万貯めるには、まあ、あすごいですね。っつって。多分、軽くあしらわれるよ、ここであ。そうなんですね。V1 が、まあ、事務所の方針とかできないっていうのも全然考えられると思うんですけども。その場合は、伏見野さんはどの、どうされますかその、事務所に入って、 当事に、当事務所に入って、で、えーまあ、V1 第5回やるっていう風に、えー、心持ちを持たれて、えー、いらっしゃると思うんですけども、その、やはり事務所の方針っていうものもやはりありますので、もしかしたらその V1 第5回が、えー、開催できない可能性も、おそらく十分に考えられると思うんですね。でえーまあそうい た状況になった場合に伏藤本さんはどのようにどうどうされますか？その場合は V マができないとなった場合はどうされますか？そうですね。その場合は当初の目的通り事務所に入って収益化を達成して500万を貯めてそれを日本籍常住者に寄付して天皇陛下にそうすると一見できるので天皇陛下に一見して初めての V チューバーというそういう証拠をですね、えー、取っていきたいなというふうに考えております。ああそうなんですね。 なんですね、収益化の達成と今、まあ、おっしゃいましたけどもやはり収益化の達成っていうのは当 VTuber の、まあ、サポートはしているんですけどもやはりなかなか達成が非常に、まあ、困難と言いますかだいぶ時間はかかるというふうに当社としては認識してるわけですね。<laughs> 収益化をどのように達成しますかって じゃあえー、その収益化はどのように対しますか、えーえー、分析、えー、と認識しているわけですね。収益化は非常に達成するのは難しいというふうに考えている、あの、認識しています。やはり、あの、簡単な道のりではないので、収益化と、まあ、おっしゃいましたけれども、やはりそれは簡単な道ではない。で、その場合、あの、節目さんは、あの、まあ、どういった活動、その収益化に向けて、まあ、そこはもう、 あの、人それぞれっていう話にはなってきますけれども、その、収益化を達成するというところに対して、どのようなえアプローチを、えー、していこうと考えていらっしゃいますか難しいな。難しいな。だって俺、収益化達成したことねえもんな。収益化達成したことねえもんな。逆に質問を質問で返すようですがって言ったろうかな。逆に他の方はどのように収益化達成されてるんですかって聞いたろうかな。 いいじゃねえか、聞いたろうぜ。どうしてやんどうやってんだっ、つって。逆にどうやってんだっ、つって。いや、わからんっ、つって。それが、それがわからんから俺はここでおるんだ、って。言ったろかななあ。いや、知らねえよっ、つって。収益はどのように達成してんだよっっ、他の奴らはよ。わからないっすっ、つって。言ったろう。それ、言った、いいよいいよ知らねえっ、つって。言ったろう。えわ、ー、かりません。わかりません。どのように達成してますか、って。俺達成したことないから終わりませんわ、つって。 逆に僕これ収益化をどのように達成したいなっていうふうに考えていらっしゃいますかその予定といいますか、そういった考えっていうのはどうい,どういったように、えー、どういった活動を通して収益化を達成したいと考えていますか、えー、そ,うそうですね。正直言いまして、あの僕収益化を達成したことがないので、3年間やってなぜ事務所に所属しようと考えているかって言ったら、この収益化を達成したことがないから、えー、こういった,こうした事務所の 面接に応募してるわけですね。なので、あの、逆に、どのように、えー、ホロライブの皆様は達成してるんでか、収益化って。そこをちょっとお聞きしたいですね。いいじゃねえか。じゃもうちょい、もうちょい、こう、あの、柔らかく言こうか。ちょっと、っけんどんな感じがするからさ、ちょっと柔らかく言こうぜ、ね。収益化どのように達成しますかそうですね。正直なところですね、あの、私は収益化を達成したことが、 ありません。なので、そこの道のりというのがよくわからないのですね。 やはり YouTuber としての,あの活動として、収益化を達成するという情報はかなり溢れているんですけども、やはり VTuber で達成するという話になってはちょっとなかなか情報が見当たらなくて、よくわからないんですね。なので、逆にちょっと質問を質問で返すようですけれども、あのホロライブさんのライバーさんたちは、どのように収益化を達成していらっしゃるんでしょうか、ちょっとそれを逆に教えていただきたいなというふうに思うんですけども、また、その、ま ホロライブさんが、その VTuber、そのライバーさんに対して、どのような、えー、サポートされていったんですかなので、えっ、ー、と、二つですね。VTuber、ホロライブさんのライバーさんがどのように収益を達成する目標を立てていたのか。そして、その目標を達成するために、ホロライブさんがどのように、えー、サポートしていったのか、そこをお聞きしたいです。いいじゃねえか。いいじゃねえか。いいじゃねえか。わからねえから教えてくれっていいじゃねえかよ。 いいじゃねえか。いいじゃねえか。素晴らしい、素晴らしい回答だな。知らねえよ。知らねえから教えてくれ。素晴らしい回答だ。俺、さすが、さすが俺。さすが俺だ。いいじゃねえか。さすが俺だ。えー、回答。えー、どのように、えー、えー、他の、えー、ライバーさんたちは、えー、溶液化を撮影してますかまた。 また、えー、ホロライブさんは、その、え目標達成のために、えー、どのような、えー、支援をされたのですか。いいじゃねえかよいいじゃねえかこれいいなこれ、俺、やっぱ俺頭いいんだな、やはりな。さすがお酒様なんだな、俺。絶対頭いいじゃん、こんなんさ。いや知らねえよって、収益はどうやって発生してんだよ、お前らつって。 いいじゃねえかよ。いいじゃねえか。さすがだよ。やっぱ、やっぱ、節目って頭いいんだな知ってたみんな。俺知らなかったわ。伏目だがこんなに頭いいなんて。知らなかった。でい、いろいろじゃん。あそうですねって。うちの他のライバーたちは、例えば何とかさんはこのようにして、このような、このような配信をして、このように、え収、ー、益が達成されましたね。で、例えばこのような人は、このように収益が達成されて、最近だとこの方が達成されたんですけども、 もうその場合は、こういった、こういった、こういった配信をさせて、達成されましたね。で、うちとしては、そこに対して、このように、支援していきました。そして、このようにして、このようにして、このようにして、支援していきました。なるほどですね。参考になります。なるほど、参考になりますだな。だって、教えてくれるんだもなるほど。そうなんですね。参考になります。え参考になりますで、どうするそこからどうするよ。そこからどうぐらいでは ここ,ここで一回話が切れるよな。相手に質問返したんだから。で、相手がこういう風うにしてますね。っ,っていう話で返す来る、来るから、ここでちょっと話が切れるんだよ。どうするここでどうするどうしようかなどうしようかなでここで話が切れて、ど、こっからどのように来るんだどのように来るんだここから。どう来ると思う逆にみんな。今4人見てるけど。 4人見てるけどさ、どんなふうに来ると思う相手は。で、それ逆に、なるほどですねつって言って、こっちはどのように聞けばいいかなこっから。どうだろうなんで言われるんだろうちょっと、ちょっと、あの今、半袖で寒いからさあの、クーラーつけて寒いからちょっと、ちょっと半袖着切るわ。ちょっと切るわ。ちょっと待って、着る。 はい、ただいま。ここで福利厚生とかの話が来るのかいや、うちはこのように支援はしてますね。さっきのサポートってやつだな。サポートってやつ。この辺だな。えっ、ー、と。充実のサポート体制、これじゃねえか。これじゃねえかよ。充実したサポート体制って、キャラクターと、機材の貸し出しと、3D モデル提供してしてくれねえじゃねえかよ。お <laughs>、はい。おい、してくれねえじゃねえかよ、全然よ。 全然サポートしてくれねえじゃねえかよ。そこ、そこの、そこのなんか収益化までをサポートしますな書いてねえじゃねえかよ。おい。全然書いてねえ。びっくりするな。びっくりするわ。どうする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 ふもうここでふぐりこうぜの話で、おありがとうございましたって話になるから。あ、なるほどですね。あ、なるほど。そういうことですね。あそういうことですね。あそういうふうに達成されてるんですね。なるほどですね。なるほどですね。どうですか うん。うん、なんだろうな。こっから何が来るんだ声が。声っ分かったね。ごめんね。こっから何が来るんだろうな。何が来るんだこ,こら。何か質問。ああ、なるほどですね。あ質問来るのかなこれで、これに支援してますね。って。他に質問ありますかって。そんな急に来る。こういう時どうすんな えー、福利、ね、そうしたさ、あ、そうか、サポートで福利厚生のいがで、当、で、今、サポートの、目標達成のサポートの支援の話が出ましたんで、当社はこのようなサポートをしているとい説明をしますね、って話で、向こうの説明タイムなのか、そこでな。で、当社は、えー、このように、あのー、専用のキャラクターを作成して、で、締めろさんは、して、あのー、わ、わ、われわれ、私ともは、 ああそうどうだサポートがの話が今出ましたので、あのサポートとしては、えー、基本的にはまず専用のキャラクターを用意しまして、用意しまして、えー、ししてそれを、えー、iPhone XR を 10R、1アルを,、えーをえー、ダイバーさんにあの、オーディションに受かった、この面で受かっておった、えー 方にですね、活躍しまして、ライブ 2D の配信を、えー、していただくというように、えー、やらせていただいてます。で、ここで、あの、節メロさんも既にキャラクターが、えー、あるようですね。これは、何ですかこれは、えー、う、これは、ウサギです。あ、うさぎのあ、うさぎの頭の、うさぎ頭のスーツ、下がスーツですね。下がスーツ、スーツの、えー、絵を今、 これは 3D モデルですかねそうですね。3D モデルですね。3D モデルをお持ちみたいな感じですけれども、えっ、ー、と、キャラクターを新しく作るという方向性大丈夫ですか言われそうだな。言われそうだな。そこは言われそうだな。そうですね。そこは、あの、まあ、あの、もし受かったらというところになってくるんですけども、キャラクターを1から作るということでも全然問題ありませんし、あの、今僕が持っているキャラクター、まあ、ちょっとこれ動かないんであれなんですけども、もう、 あの、VR チャットに入れてるやつなんで、動かないんであれなんですけども、その、まあ、そこを、あのー、まあ、逆に僕のこの姿をモデルにして絵を描いていただけ絵を描いてライブ 2D にしていただければ、全然僕としてはありがたいですし、逆にま、可愛いらしい、かっこいい、あのー、名前。名前。他の所属タレント。ホロライブじゃなくて、ホロライブじゃなくて、あっちあっち、あっち、えー、ホロスターズの、えー、えー、っと、 影山支援さんみたいに、に、あの、かっこよく、あの、書き直していただいても全然僕は大丈夫なんですよ。<laughs> 全然僕は、あの、全然僕はどっちでも大丈夫です。って。あと、名前も全然変えていただいても大丈夫です。そこら辺は、あの、もう、面接通った後にいろいろとお話があると思いますので。え弱いな。弱いな。急に、急に引いたな。急に引いたな、今。節目の、急に引いたぞ、こいつ、みたいな。 急に熱冷めたなみたいな感じになったら、ね、今どうしようここでまだ熱を持ったまま話をしたいどう、藤目屋さんはどうですかどう,どうですかここで,うで,、ねうでね、そうですねそうですねそうですねどうしましょうね <laughs> どうしましょうねつって言,言っちゃう言っちゃうそうですね藤目屋さんはありうみたいですどうされますか でまあそこはノリでいいんですけど、ノリでいいんですけどなんてあるか。そんなことねえよな。どうしようかな。どうしようかな。どうしようかなっていうか別にあの、作っていただくことは全然構わないし、名前も全然変えるのも問題ないです。そこは、あの、もう伸びると、伸びるというか、その、V1 やるっていうところただ、名前は、名前ちょっとあの、あるある程度残さないと V1 の第5回やるっていうところに話が繋がらないので、まあもしあの、 ホロライブさんの事務所の問題で、いや、V1 やらないよっていうことであれば、全然もう、ゼロから作っていただいて、僕としては構わないんですけれども、V1 第5回をやるっていうことになると、フシメロっていう名前がやはりないと、そこは一貫性の問題で難しいんですね。それか、あの、どこかの段階でフシメロからホロライブさんに V1 を渡すという作業をしないと、そういう儀式、儀式は、そういうパフォーマンスをしないと、やはりちょっと、あの、話が噛み合ってこないので、そこはちょっとあの、V1 の調整ですね。 そこは V1 のさっきの第5回どういうふうにやりますかっていう話に絡んでくるか。絡んでくるな。なので、あの、そこはちょっとどうしよう。どうしようね。どう質問するまあ、そこ乗りか。そこも当日の乗りか。向こうがいいねいいねっていう話だったらさ、もうそこ乗りで行っちゃうか。あ、もう乗りでいいです。なんかそういう話だったらさ、向こうがめっちゃ乗り気だったらもう乗りでいいやつって話になるよな。どうしようね。 あとは、えー、なんかな。あー、まあ、そんな感じか。そこだよな。お前のアバ,アバターどうすんだよって話になってくるよな。ま、なんでもいいけどな。でも、一から作る、ちょ、ちょ、そこ方向責任とかもな。1から作り直せば、名前1から出す、別に出しても、全然僕はどっちでもいいですっていう話にするか。話にするから、そういう話だよな。 多分面接して若手でし、ノリでいいでしょノリでいいよな。まあ、そこノリでいいですっつって。ちょっと、食い気味に行くか。藤村さんもアバター持っていらっしゃいますけど、どうされますかそうですね。もうノリでいいですっっ。あのー、まあ、正直、僕のこの今の姿に愛着があるというわけでもなく、あのー、藤メロという名前は、まあ、名前は、この名前は愛着はそれなりにあるんですけど、別にこのアバターに対しては愛着は全くないので、 あの、一から作り直すでも、もう今このアバターちょっと動かないんであれだ、ね、VR チャットにあるんで、あの動かないんであれなんですけども。まあそのあたりをどのようにされるかは、もうその、受かった後のノリでいいです。そこはもう、あんまりこだわってません。どのような形でも、その、ホールライブさんがやりたいようにやっていただければ、僕は全然大丈夫です。あ、そうなんですね。だいぶ振るな、みたいな。だいぶ、あ、そうなんですね。みたいな感じなのかな。だいぶ振るな。そうなんですね。そうですね。 押し強く言うか、VTuber 押し強くないとダメかな押し弱そうだよね。ねでもみんな押し弱そうじゃん。影山シェもさ、なかなか俺と同じようなさ、キャラだからさ、いいけどさ。<laughs> なんかだいぶ押し弱そうなやつばっかだよな。こいつ、こいつ、こいつもなんかすげえ怖もてだけどさ、いい人そうな雰囲気出してるよな顔がな。似合って笑ってんじゃん。この子もなんかちょっとだいぶ弱、ヤサ男だな。と折れそう、体が。こいつガッチリしてだいぶヤサ男だよな、こいつ顔黒いけどさ。 なんでノリでいいですそこはなるほどですね。そう、ノリ、ノリノリ。では、えー、そんな感じです。では、あの、また後日、えー、この選考の結果を踏まえまして、え通、ー、話の結果を踏まえまして、ご連絡させていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。どのくらいかかりますか ?2 週間くらいですね。あ、わかりました。ありがとうございます。ブン。終わり。 こんな感じ、ホロライブ面接練習。ホロライブ、面接練習だな。こんな感じだな。こんな感じだな。オッケー。ホロライブ面接練習できたんじゃねえかよ。ねこんな感じだな。ちょっと、で、だから、今、次の配信で、この、方針マリに軽く触るところと、と、V1 でやるためにどうすればいいかっていうところ考えてこうぜ。考えておこうぜ。いい面接だったわ。考えておこうぜ、ここをさ。完璧じゃねえか。完璧じゃねえか。 いいじゃねえかよ。いいじゃねえか。いいね。いいね。やっぱ、やっぱさ、なんか、ちょっとす、すさ,さらっと雑談するとさ、さらっとさ、雑談するとさ、なんか、ツイッターでさ、なんか、あったじゃん。ツイッターでさ、やりたくねえよ、つって。なんか、あの、配信伸びないし、みたいな。どこいった 名前出したりかなあ、これだ。自分より後にデビューした V さんがチャンネル登録者数1000人突破したり、私よりチャンネル登録者いたりして、めちゃくちゃ病んでる。楽しめればいいじゃないって言うけど、現状楽しくないんだよな。配信も動画も。やったって数人しか見てくれないの分かってるから。ら労力とつ釣り合わない。何が労力と釣り合わないとだこれだって。怒ったのかな怒ったのかなな何が労力と釣り合わない。お前が好きでやってんだろうがって。言ったのかな お前が好きで VTuber やってんだろうな、何が、何が労力と釣り合うなんて余裕なお前。つって。俺は怒ったね。頭の中でね。頭の中で怒ってね。言いたかったけど。じゃそんなこと言えなかったわ。ツイッターでれはさ。さ。言いたかったけど言えなかったわ。これ言えねえもん。そういうと,ところさ、優しいからさ、言わないもん、俺は。だって言いたいけどさ、そういうことを思うんだよ。俺なんか心の中でこういうツイートを見たらね。ね。お前、それは、 やりたいからやってんだろうがよ。VTuber やりたいからやってんだから、お前は、お前は、なんだな、何様だお前はつって。この配信も2時間30分なんでやってる ?4 人、4人とか見ててなんでやってんだっつったら俺は楽しいからやってんだよ。これ面接練習とかよ。なんでやってんだっつったら楽しいからやってんだよ。なあ。怒、怒ったろうかなって思ったけど、やっぱそういうのは俺優しいから言えねえんだよな。そこはよ。そこは優しいから言えねえんだよ。俺。優しいやつなんだよな。 ダメだよな。この、こんな優しいからさ、やっぱあの、あれだよな。あの、あんまり、あんまり何あんまりこう、圧がねえんだよな。圧がさ、こう、やれよ、やれよ、みたいな圧がねえんだよな。さあ、宮古さんが、今なんかパッと見たぞ。宮古さんが歳を重ねたらしいぞ。宮古さんが。やったぜ、宮古さん。ありがとう、今配信してるからみんなに祝ってもらおうね。って言ったら怒れるから。 おめでとうって。おめでとう。おめでとう。あ、トッとう、おめでとう宮宅さんおめでとうやったぜ。ま、あそんなこと思いましたよね。お前よっつって。お前よっつって思いましたよね。そこは、そこは好きにやれよってな。でもいいんだ。俺は。好きでやってるから。ほんと好きじゃねえと2時間30分こんなだらだらやれねえよ。 しかもそのうちの1時間マジでちょっと、やべえ、ちょっと辛かった。一緒に、ただ、本当にさ、ちょっと、最初の1時間辛かったよな。バロラント、バロラントだいぶ辛かった俺。あの、ごめん、あれ、俺に合わねえゲームだった。びっくりしたわこんな合わねえんだと思って。こんなちょっと、やべえなと思って。1時間もかかる。1マッチ1時間かかるゲームはさ、つれえよな。1マッチ1時間だぜ。俺、俺、1マッチ1時間だったら俺1時間喋るわ。俺は。 ゲームでワンマッチ1時間かかるんだったら、本当に、俺は喋る。ワンマッチ10分だろうわ。せめて30分だわ。ワンマッチは。そんなにか、かかった。そんなにかかった。なんかね、なんかね、アン、なんだ、アンレートっていう、まあ、あの、レートじゃない、レート勝負ではない、えー、方で、やったんだけど、なんか、13ラウンドかかるんだな、あれ。 その、13ラウンド選手って書いてあるってさ、目を疑ったで。何13ラウンド選手だよ。そこ5ラウンド選手だよ、と思って。13ラウンド選手だぜ。もうその時点でやべえじゃん。13ラウンドってさ。13、その、23ラウンド、26ラウンドやるじゃん。だって最低でもさ、詳細、最大でも26ラウンドやるじゃん。これで。だいぶもつれたからね。だいぶもつれて1時間かかったわ。多分俺もうちょい早く40分くらいで終わるんだろうけどさ。だって、 辛いで、あんなさ。びっくりした。しかもさ、なんか、スキルの使い方もわかんないしさ。さあ、その、なんだろうな。その、だいぶ、なんだ、CSGO が好きな人じゃないとあれは楽しめねえわ。あれはね。疲れた、ほんとに。それだったら俺1時間喋るわ、っつって。ね、思うよね。 てかさ、この、事務所に入ってさ、VTuber やってさ、VTuber やってさ、ちょっとこ怖えなって思うのがさ、多分ゲーム配信やれって言われるんだろうな。おそらくさ。俺、ゲーム、ゲームしてる時のさ、俺の喋りさ、だいぶ弱いよね。俺、多分さ、ゲームしない時はが一番生き生きしてると思うんだわ。ゲームせずにさ、みんなと話してる時はが一番生き生きしてるから。そこがさ、そこがちょっと、多分、どうだろうな、ね。ちょっときついかもしれないな。 少しきついかもしれないど。じゃどうかわからんけどね。こんな感じだわ。こんな感じ。寝ようぜ。寝ようぜ。明日も俺は仕事だ。11時から仕事。11時から8時の仕事。え、ラズベリーパイあればドルモデルできでけるんだ。いいじゃん。いつも俺も最初用意できた。えぇ、ー、ラズベリーパイもうこんだけ性能が上がってんだ。 ラズベリーパイの時にさ、私買ったんだよな、俺。ラズベリーパイはさ。なんか使えるかなと思って。使えるかなと思ってさ。買ったんだけどさ。なんか、別に俺、リナックス触れねえしさ。なんかそのちっちゃいさ、ラズベリーパイでさ、なんかやるようなさ、プログラミングもできねえしさ。なんか、しかも、そういうのってさ、大体初期の頃ってさ、性能悪いじゃん。だからさ、ゴミになったよね。 もう買った1万円ぐらいかかったけど、確かに1万円だったかなちょっとわかんないけど、ゴミゴみになっちゃったね、最初っねああ。寝るか。いいじゃないか。次はホロライブの練習を。ホロライブの、明日の、明日また配信するから、その時にホロライブの、ホロライブどのようにやっていくかっていうの話していこうぜ。面接をさらに、さらに詳細詰めていこうぜ。じゃあ、お疲れ様でした。またね、明日。 面白そうな配信。面白、面白そうじゃないか。これさ、書けばさ、別に2時3時でもさ、いけるじゃん。こういう感じで、こういうことですよ、ね。2時3時の前本さんが好きだからつって言って、いけるからさ。そんな感じでいこうぜ。お疲れ様でした。他の事務所もこれ使ってこうぜ。じゃあね、寝ます。